どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうでございます。今回はですね、皆さんにお知らせがあるということで動画を回してるんですけれども、まず何かというと最近ね、登録者がめちゃくちゃ減ってたじゃないですか。まあコロナの影響とか部活動がね停止、大会がなくなったりとか、まあいろいろな影響がありまして、4000人減ったのかな、3ヶ月間で。ただね、ここの6月に入りましてですね、なんとプラスに変わりました。久々のプラスでちょっと嬉しいんですけど、まあここからね10万人目指して頑張ってこうって思うわけなんですけれども、まあ登録者が減り続けてたのがちょっとプラスになって嬉しいっていう動画です。あとはですね、10万人いったら、前も言ったんですけど、プレゼント企画とかいろいろな、なんかね、ラケットバッグとかラケットとかいろいろなものをね、プレゼント企画を考えてますので、ぜひぜひ皆さんこのままチャンネル登録よろしくお願いします。この間のタルのね、プレゼント企画もたくさんの応募、マジでたくさんの応募だよね。そんな再生数いってなかったのにね、約1000人ぐらいの応募がありまして、はい、嬉しいです。ありがとうございます。プレゼント当たった方には、ルームからね、連絡先の方に、送らせていただきますので、楽しみに待っててください。ってことでね、10万人いくまでもうちょっと頑張りたいと思います。皆さんにちょっとお願いがあるんですけど、ぜひぜひYouTube のベルマークを押してほしいなと思いまして、チャンネルのここになんかちっちゃいベルマークみたいなのがあって、それを押すとなんか通知が行くようになるんですよ。で、全てっていうのを選んでもらえると、僕の動画が必ずお知らせ行くので、まあそしたらね、プレゼント企画とかまた見過ごすこともなくなるのかなと思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あとはですね、インスタ、ツイッターなどもやってるのでね、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。インスタに限ってはですね、視聴者の方とコラボ配信したりいろいろやってますので、僕と直接お話ができたり悩み相談とかねしてるので、ぜひぜひ気軽なくコラボ送ってきてください。ということでね、ツイッター、インスタのフォローお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。本当皆さんたくさんのね、やっぱ10万もうちょっとで10万人っていう、ね、ソフトテニスだけでこの10万ってね、すごい数だと思うんだよね、人口を考えた時に。なかなかね、そんだけの人に認知されてるとは思わないんですが、皆さんのおかげでなんかここまで来れました。なのでこれからもね、ちょっと頑張っていきたいと思いますので、今日なんでこんなところで歩いてるかっていうとね、ちょっと今日ずっと家にいまして、散歩してえなと思って歩いてるわけなんですけれども、すごいいいところでしょここ。ぜひぜひあと少し頑張ります。まあ10万人が最終目標ではないんですが、まあね、一つの、まあ、ステップということで、みんなと一緒に10万人を迎えたいなと思います。ソフトテニスの動画、ソフトテニス以外の動画もね、いろいろ上げていきたいと思いますので、本当にぜひぜひよろしく、本当にぜひ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 そのままよろしくお願いします。ことで今日はね、このような動画になっちゃうんですけど、また明日からソフトテニスの動画上がると思うので楽しみにしててください。あと最後にね、セカンドチャンネル、まあゆ太郎のプライベートコートっていうチャンネルと、あゆ太郎の日常っていうチャンネルがあともう2つあるので、そちらの方もチャンネル登録してくれたら嬉しいと思います。プライベートコートではですね、主に僕の練習してる風景ですね、僕のただ単に練習してるガチなトレーニングしてる姿と、であゆ太郎日常モードでは僕の本当の緩い日常が見れますので、そちらの方も、まあ、よかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいなと思います。みんなごめんね、なんかフォローするもの多くて、 YouTube チャンネル登録とかさ、 Twitter とかインスタとかさ、セカンドチャンネルとかさ、プライベートコートとかさ、なんかいろいろフォローするのいっぱいあると思うんだけど、みんな全部してくれてる方ありがとうございます。じゃあ今日はもう終わります。ごめんね、こんな感じでコンビニ行って帰りたいと思います。ってことで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ってことで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。インスタで待ってるよ、みんな。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない。僕らはもう一人じゃない。空は青く澄み渡り、を目指して歩く。怖くても大丈夫。僕らはもう一人じゃない。魔法をいつか解けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。